おはようございます。2月15日火曜日の朝です。今日もゆっくり動いていきましょう。今日は昨日の続きをやりたいと思います。では仰向けになってください。床の上に体を預けてください。床についているところ、浮いているところ、右側と左側を比べてください。呼吸をしているときに体はどう動いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。この時に呼吸乱れたりしませんか。では動きをやめてください。両膝を立ててください。では組んで指先を天井に向けて持ち上げてください。肩は床に下ろして、この体勢で呼吸を2回くらいゆっくりして、力を抜いてください。でも全部力抜いちゃったら手落ちちゃうんで、そこのところは適度に腕を持ち上げるくらいの力加減でお願いします。昨日はこの指先を10センチくらいの幅で左右に動かしましたね。で、その時に骨盤や頭の動き、どうなったら楽なのかなというふうに小さい動きで観察しました。今日はあえてこの動きを大きくしていきます。ゆっくり優しく指先を左右に傾けてください。この時に体の他の部分の力は抜いておいてください。そうするとあばらや骨盤にはどんな動きが生まれるでしょうか。徐々にこの動きを大きくしていって、この左手の指先が左側の床につくぐらい傾けてください。そして戻ります。左だけまずやってください。左の床に指先がタッチして、そして戻ります。床にタッチしたら一旦体を床にそのまま預けて、呼吸を2回くらいしてください。そして力が抜けたなと思ったら、指先を天井に向けて持ち上げていってください。そして最初の位置に戻ります。これを5回くらい繰り返してください。床についたら力を抜いて、そして指先から動き出します。体の他の部分は力が抜けたことを確認して、
指先が動くことによって肩甲骨、あばら、骨盤というふうに動いてみてください。肩甲骨が動くことによって後の部分は力を抜いておくと自動的に連れられてくると思うんですが、どうでしょう。指先が天井に行こうとするときに肩甲骨、右の肩甲骨を後ろに引いて、あばらが動いて、骨盤が動いて、膝が動きます。できるだけ力を抜いたまま、抜いたままでは、一旦力を抜いてください。両手両足を床に預けて、右側と左側を比べてください。ゆっくり呼吸を 2,3 回して、体の力が抜けたなと思ったら、また両膝を立てて、指を組んで天井に向けて持ち上げてください。そして同じように指先が左の床について、体全体が床に転がったところでストップです。呼吸を2回くらいゆっくりして、今度は骨盤から動き出してください。上側の右足が天井に向かって持ち上がることによって骨盤が転がります。骨盤が転がって、あばらが転がって、肩甲骨が転がって、指先が天井に向いてください。この動きをゆっくり5回くらい、1回1回休みながら、足、骨盤、あばら、肩甲骨、指先、そしてゆっくり呼吸をしてください。この動きで背骨はどう動いているでしょうか。骨盤、あばら、肩甲骨、頭をつないでいるのは背骨ですね。背骨でつながった体が順番に起き上がっていきます。できるだけ力を抜いたまま、骨盤がリーダーとなって、あとは力を抜いたまま連れられていきます。では両手両足を床に預けてください。今の体、最初の仰向けと比べて何か変化があったでしょうか。では今度は右に傾けていきます。両膝を立てて、両手を組んで天井に向けて持ち上げてください。この時にぐっと肩まで持ち上げると、この
首や肩に力が入ってしまいますので、ストンと肩は床に預けて力を抜いてください。で、右側に向けて両手が傾いていって床に転がして、ここで力を抜きます。指先が動いて、肩甲骨が動いて、あばらが動いて、骨盤が動いて、膝ですね、この動きを5回くらい繰り返してください。指先が持ち上がるときに目は指先を見ていってください。肩甲骨が後ろに行くと、あばらが転がって、骨盤が転がって、膝が立ち上がります。この動きは指先がリーダーになるんですけれども、できるだけ他のところは力を抜いたまま、この指先の動きに体を預けるようにしてください。今度は足がリーダーになって、左足が立ち上がることによって骨盤転がって、あばら、肩甲骨、指先、頭というふうに体が動いていくのを観察してください。体は力を抜いたまま、足がリーダーとなって、骨盤、あばら、肩甲骨、指先ですね、この動きも5回くらい、できるだけ力を抜いたまま抜いたまま、重さが移動していくのを感じてください。大きな関節、骨盤のような大きな関節が動くと、体全体がそれに連れられていきませんか。では、両手両足を預けてください。床の上の体を観察してください。頭を左右に傾けてください。では、起き上がってください。はい。肩甲骨が体を連れていくやり方と、骨盤が体を連れていくやり方、2種類やりました。できるだけ他のところは力を抜いておいて、この大きな関節に体が連れられていく感覚を楽しんでいただけたら嬉しいです。では今日もしなやかな体で一日が過ごせますように。ではいってらっしゃい。